现在我们人坐在车上，今天这个影片呢是要带大家去兜风。我们六七米呢是教日文的嘛，就想说大家来日本的时候，第一个要面对的就是如何点餐。那我们之前过去也是有拍过很多点餐的影片，但是很多人说还是听不懂，尤其是外面野生的那种点餐很难嘛，因为大家都讲话很快，就想说有什么办法可以让大家记住这个点餐的日文，练大家的听力呢？后来就想到一个非常非常好的主意，各位，那就是我们要带大家去听十遍日文绘画，所以今天我们要带大家去实践日本的德来速点餐。整个角度起来了，各位，整个角度起来了，没有错，各位，这个是德来不思路，德来不思路，日文是德来不思路，这是 Yuma 想到的一个企划。实践哦，都是吃的哦，我们这个计划有点有点卡拉刀哈鲁，有点拼命，就为了让大家学会日文，所以我们要猛吃，吃到吐，吃到吐，所以让大家学日文，这个影片是不能不点赞的影片，各位。为了这个影片，我们今天没有吃东西，肚子太饿了。对，已经饿扁了，那我们就一间一间去买东西吧，各位。那走吧，走吧。哒哒哒哒哒，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 嘟嘟嘟嘟嘟，眩しいね。要到了，前面那就是麦当劳的吗？我想吃グラコロ。グラコロ。グラコロとて是怎么翻译啊？里面是什么东西？好，各位来喽！第一间日文点餐，请听。はい、じゃあ超グラコロ。はい、かしこまりました。セットでください。かしこまりました。サイドメニューはポテトでよろしいですか？はい。かしこまりました。お飲み物をお選びくださいませ。何がいい？オレンジジュースあります。はい、ございます。はい、それください。かしこまりました。はい、以上です。ありがとうございます。お飲み物すぐにお飲みになりますか？はい、すぐ飲みます。はい、かしこまりました。お客様のお会計640円です。お車前にお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。OK， 成功点了餐，各位。はい、飲み物。はい。ありがとうございます。料理菜里面有可乐饼、グラタン可乐饼。来，开门。哇，这么大口。像小孩一样吃到整个嘴巴都是，哇，它包很软呢，嗯，好吃，嗯，里面的可乐饼是不是很 creamy？ 真的，嗯，可乐多了的，很奶，很奶，好好吃。哎，没有想到这个汉堡的面包去夹可乐饼，可以做出这么好吃的味道。嗯，好，各位，下一个是星巴克，我要买咖啡。刚刚吃饱了嘛，吃饱就要买咖啡，这样子。到了。星巴克的话，我觉得他们应该会跟客人讲一点话吧。上次我还记得，是什么原因？好像星巴克的服务态度很好，我印象很深刻。但是忘记是怎么样的，他们有什么样的对话让我觉得服务很好？はい。はい。ピスタチオクリスマスツリー、あ、フラペチーノの方。はい、一つ。こちらトールサイズのみのご用意になる、トールサイズでご用意します、ね。ドリップコーヒーのアイスください。はい、ドリップコーヒーのアイスで。はい。サイズはいかがなさいますか？サイズは、じゃあトールで。トールで。はい。じゃあブラックのご用意で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。
越しの食事はいかがですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。お名前にお気にください。はい、ありがとうございます。手渡し大丈夫ですか？はい、大丈夫です。お手渡し、お手渡し、ありがとうございます。哇，星巴克的店员果然就是很有礼貌，各位哦。新的饮料吗？皮斯塔酒是那个开心豆，开心果。克里斯马斯蜜フラペチーノ。耶。好喝吗？哦。哦。哦，这个哦，有感觉到满足感。很有那个豆豆的味道。哦，皮斯塔酒。它其实里面实际也是有放那个豆豆去磨碎的，用我刚咬到的。那我们下一间店是要去摩斯巴格，第三间。第三间，天黑了我们才逛到第三间，各位，因为我们这里乡下嘛，有没有？每一间都很远，我们都开车开了十分钟，各位。所以今天这个影片真的一点难拍，我们可能等一下就会一直重复去同一个地方吧。那个大家。我们辛苦了的话，觉得我们辛苦了的话，给我们一个赞喽！哎，不要赞只可以吗？自己骗赞，自己骗赞。来，我们先看一下 menu 点餐。ご注文がお決まりになりましたら、マイクに向かってお願いします。はい。モスチーズバーガー。モスチーズバーガーください。はい、モスチーズバーガーを一つ。はい。じゃあそれだけでください。はい。大体400円です。はい。前お釣りください。ありがとうございます。はい。对，我们只点了一颗汉堡，各位，因为饮料已经有了，然后薯条也刚刚吃过了。重点是你们有没有听到日文 ？OK 吗 ？OK 吗？おいしそう，你看这么厚的，那我可以先吃吗？可以。いただきます。真的蔬菜很新鲜。那我们就买两个鸡块好了啦，就真的买两个鸡块好了，不然才第四间吃太多。先生，こんばんは。ご注文お決まりでしたらマイクに向かってお願いいたします。はい。レッドホットチキンください。2ピースで。2ピースで。はい、以上です。困りました。お車ごゆっくり前にお願いいたします。はい。对不起，不能买太多。就给我来一个辣的鸡肉，两块。超好笑的。はい。540円です。540円ちょうどお預かりします。お待たせいたしました。はい。ありがとうございました。买到了，久违的肯德基，而且是辣的。水道コーン単品でお願いします。水道コーン単品で一つ。はい、以上です。はい。哪有这种客人呐、啊？来点餐就点一个完全跟麦当劳没有关系的东西，各位。Corn。好，各位已经换好位置了。接下来的五间呢是由 Yuma 来点餐。那我们先吃一下刚刚买的肯德基，还有刚刚这个麦当劳买的 Corn 吧。好，各位，现在呢又马开车开到一半呢，我们又找到了另外一家不同的麦当劳。为什么这么多麦当劳？我们其实刚走了很多很多个地方都没有，都在数哎，又是麦当劳。对，那错的呢？我觉得我们今天跟麦当劳比较有缘分，所以就来到了第三家麦当劳。三角チョコパイの黒一つと、はい。あとは双剣美茶一つ。サイズはいくらになりますか？ M で。はい。はい、よし、あらま。以上です。はい、ありがとうございます。飲み物は車内でお召し上がりですか？はい。お客様会計が2点で340円です。車気をつけて前どうぞ。はい。甜甜的。然后外面那个皮很脆。嗯。热热的。恭喜。失败你的成功，你在讲什么？失败你的成功，又买累了，各位，又买吃到累了。失败你的减肥，失败你的成功，成功你的失败。はい、じゃあここは一番小さいのでも並盛りがあれですか？サイズは一番小さいのって。うどんになりますか？はい。
い牛丼。牛丼は並盛りが一番小さいサイズになります。並盛りの牛丼一つください。一つです。はい、以上です。失礼します。お先の方380円になります。はい、お先に大きいの方は4000円。他刚刚说大きい方先に返します。大的钱先找你嘛。他说大きいの方，他加了一个 no。 一形容词的时候呢不能加 no， 对，是大きい方，大的先找你，大的先找你嘛。那是大きいの方是错的，不能加 no， 各位抓到留学生的毛病好，那第七间完毕，我们要去第八间咯。じゃあわさび山かけ牛丼のミニ一つください。はい、山かけ牛丼のミニが1個。はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございます。最近420円ですね。お車は気をつけて前どうぞ。はい、这一个迷你那各位いただきます。いただきます。晚餐。各位，又是麦当劳。第九间。第九间了，真的，这个路上真的好多麦当劳哦。日本有这么多麦当劳吗？我们附近就好多家的，各位。那我们在今天的第四间麦当劳要买什么呢？マクフラーリーのブラックサンダー味ってありますか？あ、販売してくれてました。あ、そうなんですね。じゃあオレオクッキーで一つと、はい、双剣美茶一つ。双剣美茶のサイズいかがですか？M サイズで。 M で、はい、お会計450円です。はい、どうぞ。ありがとうございます。汗一点吃不下了。到了。到了。最后一间店。是星巴克，也是我们今天第二间来到的星巴克。各位已经回到家附近了，然后想说应该很暗，大家看不到我们吧，想说要买一杯咖啡回家编辑这个影片一边喝，这样子各位辛苦了。怎么样，第十间的日文绘画最后机会咯。最后的机会，你们应该都听懂了吧。来，ドリップコーヒーのアイス。はい、大きさはいくつ持ちますか？一番大きい。一番大きいの、ありがとうございます。じゃあ、電子サイズご用意しますね。はい、はい、以上です。あ、ありがとうございます。本日お飲み物1点でよろしいですか？はい、娘だからね。好，各位，我们回到家了。今天带大家去了十间的德来树，怎么样呢？听了十遍差不多一样的日文点餐绘画，是不是已经学到了呢？那不用感谢我们，不用感谢我们，只要你们点赞跟帮我们分享影片就可以了。各位，我们真的吃到要吐了，我现在肚子有点痛，想要去厕所。我们今天去了十间店嘛，所以大家也知道，应该知道了，在日本点餐的时候，店员会讲什么话？对，就大概其实都蛮像的，就一个模板。对，那希望大家可以给这个影片个赞，然后帮我们分享，希望这个影片突破100万。好了，那就这样子喽，各位，拜拜！学日文加油！学日文加油！毎日楽しみに待って、それが生きがいなんだ。みんなといるから。